筒井東純也の週刊新潮疑惑で北朝鮮戦招集見送りに、自身のコメントきた。決定を聞いた時の伊藤選手は動転することなく、落ち着いた表情だった。そして、日本という国は、難しいという言葉を繰り返し口にしていたという。フランスでは問題なくプレーできています。しかし日本だとそうはいかない。一度週刊誌に報じられてしまうと、その影響が本当に大きいんです。仮に日本代表に戻ることができても、今のままでは報道の影響が続くと知った伊藤選手。伊藤選手は改めて自分は無実だと強調した上で、今の時点で代表に戻ることには複雑な思いがあったことも明かした。弁護士さんを通じてでも、伊藤選手の思いを知らせてくださって感謝します。日本は平和で良い国だけど、法的に、という以外でいろいろ難しいのですね。伊藤にはフランスで活躍しながら捜査が進むのを待ち無実が証明され、すっきりして6月には、代表復帰してもらえると思ってます。新潮社も一石を投じたなら外れた件に関して何らかのコメントを出すべき。なぜノーコメントなのか？なぜ新潮社のこの対応に他のマスコミは突っ込まない？芸能とかのマネジメントをしている人間がいかにうさんくさい連中なのか？芸能界がいかにうさんくさいものなのか、それがはっきりわかる事例ですね。所属するクラブの試合で活躍した方がステップアップにつながるし、しょうもない監督の指示で疲労溜めたり、怪我したりしたら最悪。週刊誌がこれだけ威力を持つ日本ってどうにかならんか？振り回されてるし本当に週刊誌側が飯馬なだけだよ。サッカーができなくなったわけではない。代表復帰を心から待ってます。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。